初めてだし。キャリアを、まあ、ざっくりは分かるんだけど、はい、高校どこ、はい、高校あれ、埼玉の武南高校です。え、武南なの？はい、武南です。武南でやって、はい、その後、東洋大学行って、それサッカーで行ったの？サッカーで行きました。あ、サッカーで東洋行った、はい、で、東洋でやって、で、大卒で秋田に。秋田何人いた？秋田結構3年いましたね。え、優勝したとき、あ、優勝した、はい、いました。初めて優勝したときいました。あ、そうなんだ。秋田、満了になって、トラウト受けの、うん、いや、その時アマチュア契約だったんで。あ、そうなの？受けれなくて。え、3年アマチュアだったの？ 3 年アマチュアでした。あ、じゃあその時も仕事しながらやってたの？してました。何してたの？スポンサーさんだった、なんか、うん、ま、秋田、結構秋田美人って言われる県なんで、うんうん、そういうなんか化粧品とか、うん、そういうようなところを扱う、会社でちょっと事務作業みたいなことをして、うんうんうん、パソコンいじったり、うん、書類こう分けたりとかして、スーツ着ながらやってました。あ、サッカー機ゼロだったってこと？いや、少しもらって、少しあって、はい、で、それにプラスバイト、アルバイトの。あ、それ結構さ、その時秋田まだいた？そういう選手。あ、いました、いました。半分ぐらいそんな感じだった？僕の2年目の時に、徐々にそういう選手が少なくなって、うん、3年目で、俺ともう一人、2人ぐらいですね、アマチュア契約。今マジで多いじゃん。はい、多いですね。サッカーだけで食ってる選手、きっと。環境がだいぶ良くなってるなと思いますね。サッカーだけで飯食ってる選手、増えてるよね。増えてますね。はい。星に比べてね。まあ、地域リーグとかも含めてさ。うん、で、満了に、3年目満了になって。で、奈良クラブに。今は J3 ですけど、その時 JFL で、奈良クラブに移籍して、うん、奈良で2年またやってて、うん。あ、その時は契約どうと？その時は初めてプロ契約で、うん、あ、サッカーだけ、サッカーだけでって感じでやらせてもらって、え、なら2年やって、で、それ満了になって、満了になりましたね。で、島根に移籍って感じで、俺が加入する2年前、松江シティね。そうです、そうです、松江シティでね。松江シティでした、その時は。そうだよ、ね、うん、それはどういう契約だったの？島根もプロ契約でした。あ、そうなの？はい。え、ほぼチーム選手、結構上の年齢の人が、うん、何、半分、チームの半分ぐらいが、プロ契約でやってて。うん。まあ、だからそうですね、そこそこ、多分もらってたと思いますよ。へぇ、サッカーだけで生活してる選手は結構いたんだ。いました、はい。で、それになんか、まあ、スクールのお手伝いとかでやってた選手もいましたけど、うん。まあ、大体は、もうサッカーだけのお金で。で、もう半数以上？ 9 人、10人ぐらいはそうだったんですよ。あ、そうなんだ。はい、じゃあいいね。松江2年いました、はい。で、1年目は普通に過ごしてたの？ 1 年目は普通に過ごしてました。え、もう何もそういう、そうなるなんて。俺し、何も分かんなかったです。まさかそんな風になるなんて思わなかった。え、じゃあ、いつ、その危機を覚えたの？最初が、その、なんか遅れる、給料、そのみんなにこう、渡すのが遅れるっていう形を、ことを、社長の方から、こう、みんなの前に来て、言われたんですよ。あ、説明があった。あ、説明が最初あったんで。何も、じゃあ自分たちは何も、分からずまま生活して、あ、そうです、生活してたら、はい、給料遅れるかもしれないって言われて、はい、えっみたいになって、うん、ちょっと待って、しかもそれは多分給料日の前日か2日前かなんか、うん、直近だったんですよ。前日とかに言われても無理だってなって、うん、なんとか交渉したら、その月は、うん、給料日に半分、うん、月末に半分入れてもらったんですよ。うんうん、けどそこからもうみんなちょっと危機感を覚えて、うん、もしかしたら、もしかしたらって、はい。思うよね。で、また次の月の給料、もう本当に1週間前とかなんかに来て、払えないって感じで、うん、もうそこできっぱり払えないって言われて。払えないって言われた。で、いつになるかも、ちょっと、まだ分からないって言われて。うん、それ何月？それは、1回目が、待ってください、5月 ?6 月もう半年もらってないんで。あ、だから、だって12月まで、1月までに入るやつももらってないんで、半年は。半年、まだ先半年あるのに、はい、6月、5月の時点で、もう、そういう感じで。もう払えないってなっちゃったってことですね。そうですね、リーグ戦戦って最中で。うん、で、ようやく、一回中断挟む感じだったんですよ、夏で。うんうんうん、中断だからちょうどその、やっぱ、動きやすいじゃないですか、選手たちも。なんかいろいろ営業、なんかついて手伝うとか、っていうのあって、うんうん、なんか、こっち選手たちからもこう、スタッフとかにこう提案とかしてやりますって感じで言ってたんですけど、うん、まあうまく折り合いがつかなかった感じで、うん、何もアクションは起こせなかったです。じゃあみんなは無給のままサッカーをする生活が続いたってこと？
そうですね、本当に仕事してた選手たちはなんとかギリギリ耐えたんですけど、うん、でもそういう選手もサッカー級は入ってくるはずのやつはなかったりする？なかったです、はい。あ、なるほどね。で、無給で試合はやってくるし、はい、練習は毎日あるし、でも給料日になってもお金がきっと入ってこないしっていう状況が続いてったと。続いてた、はい。え、それをもうシーズン終わりまで続けたってこと？いや、もう最初の1ヶ月、2ヶ月目でそれはさすがに無理だって、そのプロ契約の選手たちも、うん、0円はさすがに無理だってなって、うん、まあ、僕もですけど、うん、仕事始めて、アルバイト始めて、うん、ああ、そういうことね。はい。それいつそのもうやばい、バイトしようみたいになったの？え、でももう7月の時点でもうなってたんで、うん、もう8月の頭からはずっとバイトしましたね。で、それで、はい、ケーキ屋さんに。ケーキ屋さんに来ました。それ何、知り合いの？いや、なんかたまたまその給料未払いとかそれになる前に、うん、そのケーキ屋さんとクラブがコラボして、うん、選手がこう提案したなケーキを売りますみたいな感じでやった。あ、もともと、はい、会社とつながりがあったんで。普通に僕もなんかその何ですか、インディードみたいなとか、うんうん、アルバイトなんかそう求人サイトを見て探してた中で、うん、たまたまそこのお店を見つけたんで、うん、もうすぐ連絡して、うん、まあ、何かしらこう、やりやすいかなと思って、うん、で、ケーキ屋さんなんて、絶対経験なんてできないじゃないですか。まあまあそうだね。まあきついだろうけど、うん、面接受けてみようと思って。あ、面接受けて、はい、普通に受けて、あ、そうなの、やりました。え、で、どういう感じで働いてたの？その仕事的には。仕事的にはまあ練習終わってからになるんで、うん、まあ、9時半11時半とかやって、まあ、昼過ぎに終わるんで何時だ、2時半とか3時ぐらいから行って、うん、7時とかまあ遅くて8時とかまでやってました、うん、でオフの日もやって、オフの日もどうにか生活費を、はい、午前中からやってちょっと夕方ぐらいまでやってみたいな、うん、やってました。給料未払いになるみたいになったじゃん、はい、でいつの段階結婚してた？未払いになる前、4月末なんで。に結婚した？籍を入れたの？はい、入れました。2ヶ月後には、未払い。未払い発生して、はい、で、それ奥さんにどうやって伝えるの？最初は、うん、やっぱちょっと給料遅れて入ってこないかもしれないみたいな言ってたんですけど、うん、2回目、3回目だって、うん、もう入ってこないわって言ったら、うん、っつって、うん、どうなってんのって言われて。うん、それそうだよね。で、まあ最初はそのクラブとこうやり取りして、うん、まあなんとか払ってもらえるようにこう選手たちも話してるし、うん、現場スタッフも話してくれてるから、うん、だってみんな一緒でしょ。だって監督とかもそういう状況になっちゃったってことだもんね、はい、なんでそれはちょっと話してるからって言ってたんですけど、さすがに3ヶ月4ヶ月目になってくると、うん、いつになるのみたいな感じで、うん、まあ、正直助けてもらいながらもう生活してましたね、うん、僕は。あ、奥さん強い。やマジメンタル強すぎです。やばいな、結婚してくれるそんなないと思わないもんね。思わなかった、思わなかったです。え、それさ、もう給料未払いになるってなってさ、はい、まあ、続いていくじゃん。もう辞めますって辞めるやつがいなかったの？あ、いましたいました。やっぱいた。もう最初の時点ぐらい時点で、うん、1人2人はもうさすがにもう2回目3回目の時にはもう無理だってやって。それ移籍したの？移籍しました。1回対談して練習参加して。うん、どこ行ってとかで、はい、最終的にはだからシーズン終わるまでに5、6人ぐらいはもう辞めましたね。で、まあ、移籍するはしてる人はしてました、ね、もうそのままサッカー辞めちゃう人もいた？いや、いなかったです。やっぱ続ける、みんな続けたいって言って、まあ、カテゴリー下がったとしてもみたいな感じで、はい、でそのままシーズン終わるまでそのケーキ屋さんで働きながらプレーするわけでしょ、はい、みんなそんなおのおのそういう感じでプレーするんでしょ。で、シーズン終わったいつ？シーズン終わったのは12月の頭にリーグ戦が終わって、うん、そこから1週間ぐらいちょっと軽く体を動かしてみたいな、うん、中旬にはもう終わってましたね、うん、で、だってさ、え、来季の話とかってどうなんですよって言った？1回解散しました。で、なんか連絡がクラブから来て、うん、一応一旦面談はしようみたいな感じ、うんうんうん、なんか多分その時は少し目と立ってたんですかね、なんか来季のそのクラブ自体に、うんうん、一旦面談しようって言われて、うん、でそこでようやくこんな感じで今お話をまとめてるみたいな、うん、来季やっていくためにこういう風にしようと思ってるっていう話はありました。一応クラブとして計画あったんですか、ね、この先のね、はい、でもしクラブが残ってるとしたら、うん、まあ、俺の場合、岩選手の場合だったら、こんな感じでやってほしいみたいな、軽い提案みたいな、うん、あれですよ、サッカー級はもうゼロ、うん、みんなゼロ、うんうんうん、一律ゼロって言われて、で、
まあ、選手によってこういう仕事をこうやってもらいたいとか、うんうん、そういうようなことはありましたね。スポンサー関係でとか、はい、とかあとクラブの営業職に入ってやってほしいとか、でそれに対するその、まあ、給料面ではまだ全然そういう話はいくらっていうわけじゃないけど、それで生活できるぐらいは払える、はい、っていうか払うみたいなノリってことですね。そうですね、はい、でみんなそんな感じで一応面談みたいなのがあって面談みたいなのやったらしいですね、はい、で解散したの。そうです。だから来期より先にまず今シーズンの分をちゃんと生産というか、まあ、払っていただいてからっていう話になって、まあいろいろなんかあったんですよね。 JFL の理事会みたいなのもこうなんか12月のシーズン終わってからすぐに理事会開かれてどうなっていくかとか、でそこでけあの決定しなかったんでまた月末に理事会開いてやるとなんか話し合いするとかってあったんですけど、結局なんか全部うまくまとまらなかったらしくて、結局年明けたんですよね。で年明けて絶対ここで1月のどっかで決まるって言われてたんで、チームの方向性が、はい、そうです。のもうリーグから脱退するのか、でそれで結局あの見込みがないって言われて、リーグから脱退で会社クラブ解散みたいな。で脱退っていうのはそれ何、どうやって分かったの？俺らはあれですよ、ニュースかなんか。そうですよ、もうなんかあれでしたよ、もう最後 の、 そのシーズン終わってから、うん、その面談あったじゃん、はい、その後連絡みたいなはほぼなくて、全部知るのはネットで、うん、でネットを見てえってなって、うん、そのチームラインみたいに、うん、えこれどうなってるんですかって感じで、うん、でそこで少し説明あって、あ こうなって、はい、で最終的なところ脱退の話もネットが先だったんです、ね、全部先です。あ脱退決まったんだみたいなとか。あそうだよね、あ脱退決まったんだが最初だよね。最初です、はい、解散かどうかはまだ分かんなかったですね。だよね、はい、だ解散を知るのはどうでした？その後ですね。だからその脱退して、うん、ホームページ、クラブのホームページに脱退が決まって、うん、それに伴ってじゃないですけど、うん、解散みたいな。でホームページの情報で知った？知ったっす。マジで？はい。えその前になんか連絡あったりとかなかった？その時は入れてもらえたのかな。なんかもう結構いろんな会話してるんでちょっと曖昧なんですけど、うん、あまあそこはまあ先に連絡来たかもしれない、まあ、かもしれないです。えでもさ、あの別にその前にさもう、まあ、かなり厳しかったわけじゃないですか、はい、だからもうどの段階でも他のチーム探そうっていう、なんかシーズン終わった時点でもう探そうと思って、あ、まあそうだ、はい、もうだからシーズン中はさすがに考えられないなと思ったんで、うん、シーズン終わってからちょっと考え、もう動き出さないと、まあ、それでも遅いじゃないですか普通に考えたら。シーズン中にさ、なんかあの移籍するのってめちゃめちゃ大変だもんね。そんな簡単な話じゃないじゃん、ね、これ、うんね、そんな、それは難しかったんで、まあ、しかも試合に出ることがさ、一応アピールにもなるじゃん、はいはいはい、ここの練習参加が一番最初？一番最初です。その12月の、うん、まあ、どっかのタイミングの時に、うん、まあ、そういう練習参加の話をもらって、うん、でそれに向けてとりあえず準備して、うんうんうん、でなんか鳥取が指導するタイミングで練習参加って形で、うん、最初からいたもんね。多分俺も新加入で練習生して、そうだよね。ケーキ屋のバイトはいつまでやってたの？はあ、でももうその僕も実家が埼玉だったんで、うん、その12月のタイミングで一度離れて、うん、まあ、実家帰って、うん、でまた戻ってきた時にやろうかなと思ったんですけど、うん、どっちかというとあのやっぱ練習参加に向けて体を作りたかったんで、うん、ちょっとそれどころじゃなかったっていうのは、うん、で戻ってきてファイナル練習参加するってなって、はい、えどれくらいいた？あれ決まるのはどれくらいやってた？えでも 2,3 週ぐらいいたんじゃないですか。それ最初なんか10日間ぐらいとかの感じだったんですけど、うん、また1週伸びて、うん、3週間ぐらいもいたんじゃないですかね。えもう伸びてったらさ、これチャンスあるんじゃないってマジ思うよね、はい、思いましたし、うん、それと同時にちょっとドキドキもしてました、ね、もうこれ掴まなきゃやばいみたいな、やばいと思いました。結果的にこのピンチをマジでチャンスに変えたよね。いや本当ですよ、ね、結果的にさ、はい、マジで良かったです。何年ぶり？もう5年ぶりです。5年ぶりの J リーグに戻ってきたってことでしょ。このすごいピンチから、はい、島根の選手で、はい、そこからまたステップアップした選手はさすがにいないでしょ。いないですね。そうだよ、選手はいない。JFL でプレーしてる選手はいる？います、います、何人かいます、はい、あ、そうなの、はい、それならまだ良かったって言ったらあれだけど、
やるプレーできるところがあった選手はね、いや本当に同じカテゴリーでもさ、よかった。一人二人ぐらいは試合出てた選手でももう引退して、うん、普通に仕事してた。そのまま、はい、チーム見つからなくて、チーム、いやもうやり、後輩はもうやりきったじゃないですけど、うん、そうなる人、ね、はい。でもさ、サポーターとかもいたわけじゃん。はい、え、そうだよね。いました、いました、もちろん。マジきついな。いや、応援してる人たちもね。だから応援し、だから逆にすごいなと思って、うん、応援してくれてる人たちも、なんていうんですか、その、文句というか、うん、その、会社とかに対、クラブに対して、うん、なんかあんま声上げなかったんですよ。うん、なんか、どうなってんだよとか、そんな感じじゃなくて、うん、結構、その、ポジティブな声かけてくれる人がたくさんいて、うんうん、でなんかどうにかするためにこの状況を周りに知ってもらうためにいろんな行動してくれた人もいて、サポーターが結構動いてくれてたんで、ネガティブっていうよりはポジティブな感じで、うん、どうにかしようみたいな感じでやってくれてたんだ。なんかそういう人たちが多かったですね。あの感じ知ってたけどな、そんななってんだ、うん、結構だからでも深刻でしたね、うん。決まっ、じゃあここ決まった時マジ喜んでた奥さん。マジ喜んでました。やばいでしょ。やばかったです。でしかも島根から鳥取だったんで、ああ 近いんで、近いんで、確かに全て良かったね。はい、 J3 だし、いやマジ頑張れよみたいな感じで言ってはい、うわー考えただけやばいわ。いや、はい、もう本当にそう、先見えないのきついね。いやきつかったっすね。しかもチームとかマジ決まってよかったな。いや本当によかった。早かったじゃん、行ったら早い方じゃん。早い、そうですね。だってずっとフリーな選手なんていくらでもいる。そうですね。いやマジでありがたかったですね、本当に。すげえ。そうですね。だから去年は本当に夏以降ずっとサッカーして仕事してサッカーして仕事してだったんで、サッカー、今サッカーだけで生活できてるもんね。いやもうすごいありがたいですし、もうサッカー楽しいと思いながらやってますもんね。マジでこの気持ち忘れちゃダメだよね、はい、マジ慣れるじゃん。俺もそうだけど、そうすよ、ね、仕事してたからさ俺も。俺からしたらありがたいですよ、ほんと芝でまず練習できて、で自分たちある程度ロッカーあってとか、すげえと思いながら、お昼ご飯弁当出て、はい、もう考えられなかったですよ。同じ場所でずっと練習やれるし、はい、今年30ですけど全然こっからでしょ、はい、てかなんか全然サッカー選手の寿命伸びてるしな。そうっすね、結構長くやってますもんね。伸びてるじゃん、昔より全然。こっからしょ。そうっすね、こっからっすね、本当に。まあ取りたいっすね、早く、本当に。1点取りたいね。取りたいっすね。1点取ればチャンスは全然あるんですよ、だから俺がもうちゃんと力まずやんないと。じゃあ目標、今後の目標。今後っすか。いやでもそのまずなんかその辛かった時期のことを多分忘れずに、なんか、なんていうんですかね、まあ、謙虚にまずやっていくことが大事っていうのと、もう本当にあとはせっかくこういう舞台、あの J3 にまた戻ってこれたんで、このクラブのために本当にマジ何でもいいから貢献するみたいな。まあフォワードなんで、まあ点を取ることはもちろんですけど、取ってもらった分その貢献はもうめちゃくちゃしたいなと思って、すげえまたレベル高い選手たちがやれてるんで、うん、ケイタ君とかそれこそもう YouTube 見て試合見てとかって、うん、そういう存在の人だったんですげえなと思いながら見てたんで、うん、もう本当に負けないようにじゃないですけどやっていかなきゃなと思ってます。さ、島根のさ応援してたサポーターの人とかさ応援するチームなくなったわけじゃん、きっと、はいはい、だからそうやって活躍してるのは嬉しいよね。そうですね、なんか見れるじゃん、特に J3 だったらさ、特に見れるし、はい、そういう風に思うんじゃない、きっと。バードにもなんか結構来てくれてるマスも。あ、マジで、はい、この間の天皇杯の県決勝も来てくださってましたし、あれと思いながらあれ、来てくださったんですね。で嬉しいの、はい、あるんで何かしら本当に点取っていい報告したいですね、早く。楽しみだな。はい、ここからしょ。そうっすね、とりあえず毎日頑張ろう。はい、もうマジ頑張ります。俺は力みすぎないように力入っちゃうときは本当に力入っちゃうね。俺もそっち系だから、はい、リラックスしないと。まあでもさ、1点目入ったらさ、その方が忘れんじゃん。確かにそうっすね、うん、そっから乗っちゃいますもんね。1点目入る辛抱強くやりちゃう。
頑張りましょう。頑張ります。よし。はい、ありがとうございます。